タオスの反乱は、米北戦争の間の1847年に、現在のニューメキシコ州の支配権がメキシコから、アメリカ合衆国に移ったことに反発し、地元のプエブロ族インディアンとメキシコ人が起こした反乱暴動である。タオスの反乱による、ジョンバーグウィンの死1846年8月、メキシコと合衆国の国境領土の奪い合いである。 米国戦争の中、ニューメキシコのマヌエル・アルミホ総督が、サンタフェの戦いで無抵抗降参したことにより、ニューメキシコは、スティーブン・ワッツ・カーニーの指揮する、合衆国軍の手に落ちた。カーニーがカリフォルニアへ出発する際、彼は、スターリング・プライス大佐に、ニューメキシコ中流米軍の指揮を取らせ、サンタフェ近くのベント取りで、インディアンと交易を行っていた。 チャールズ・ベントを最初のニューメキシコの植民地総督に任命した。多くのメキシコ人はアルミホの交孫とか衆国の支配に納得がいかず、カーニーが出発した後、サンタフェの反乱者たちは倒す族ら地元のインディアンを焚きつけて、クリスマスの放棄を企てた。これは結局合衆国当局に発見されて、放棄の計画は延期を余儀なくされた。 1847年1月19日朝、ヒスパニック系メキシコ人のパブロ・モントヤや、タオス族プエブロ・インディアンのトマス・ロメロラ反乱者たちは、ドン・フェルナンド・デ・タオスで放棄を開始した。トマシートラ・タオス族・インディアンは、チャールズ・ベント知事の家に行き、ドアを壊し、ベントを狙って、数回矢を放ち、頭の皮を剥ぎ、彼の妻と子供たちの前で殺害した。殺害に使われた矢は、 ベントがかつて公益でインディアンたちに売ったものだった。他の数名の政府高官たちも同様に殺害されるか負傷させられた。翌日、およそ500名のメキシコ人とインディアンのボートはタオスから数マイル離れたアロヨンドにあるシミオン・ターリーズ製粉所を攻撃し取り囲んだ。8名から10名のマウンテンマンが製粉所を守り、追日中続いた戦闘の後、 ジョン・デイビッド・アルバートとトマス・タイト・トビンの二人のマウンテンマンが生き残った。二人は夜の戦闘のいざ講座の間、別々に徒歩で逃亡した。同日、メキシコ人ボートらはモラの村を通過していた斜めのアメリカ白人商人を殺害した。後に、スターリング・プライス大佐は、反乱者たちは合衆国政府の支配を承認するすべての人に死を与えることを目的としていた。 と書いている。合衆国は反乱の鎮圧のため即座に動いた。ジェシー・アイモリン隊員によるモラの戦いで反乱者が敗れるまでの間、プライス大佐率いる300名以上の米軍が、ベント知事のビジネスパートナーのセラン・セント・ブラインが、組織したおよそ65名の志願兵と共に、サンタフェから倒すスに向かった。途中、 カニャダの戦いとエンブド峠の戦いにおいて1500名のメキシコ人とインディアンを打ち負かした。ボートらはタオスプエブロに撤退し、そこで分厚い壁のアドベの教会に牢上した。教会への集中放火によって150名の反乱者が殺され、400名以上が捕らえられた。プライスは戒厳令のもとタオスに裁判所を設置し、捕らえたボートを裁判にかけた。 裁判は15日間行われ、15名に殺人罪と反逆罪で死刑の判決を下した。4月9日、6名の告発されたボートは、タオスのプラザで、公死刑に処され、2週間後には別の5名が処刑された。1年後アメリカ合衆国最高裁判所は、この判決に同意した。他のすべての有罪判決は控訴審を棄却され、全部で少なくとも28名が、 タオスで処刑された。ありがとうございます。